東日本量子波動研究所の小原さんです。おはようございます。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、3月でございます。もうすっかり春らしくなってきましたね。そうですね、もう来週でお彼岸ですので、はいはい、そうですね、お彼岸ですね。はい、とこの寒さからも解放されつつあるかなって感じなんですけども。暖かくなってきましたね、はいうんはい、農家さんとしてはこれからすごく忙しくなる時期じゃないんですか。そうですね、もうそろそろ種もみ、まあ、岩手ですから漬け込んで、はい、行く苗を育てる作業に入りますね。はい、種もみって漬け込むんですか。お水、普通のお水ですか。はい、親戚って言ってはい、まあ、消毒水に漬け込んだりので、はい、それで、まあ、ある程度の時間積算温度があるんですけども、その何度っていう日数を漬け込むんですね。で個人ちょっと差が出るもんですから、うんうん、時々観察しながら目の出方をちょっと見ながらね、適当なところでピタッと止めて、はい、今積算とおっしゃいましたけど、はい、どんな字書くんですか。積むに算数の算ですけど、はい、要するに1日何度 C のところに何度つけて、何度 C のところに何度つけてっていうのは、要するに温度を積算していく感じですか。そうです、その合計がある程度の数値になると、はい、発芽する、発芽してぷくっとこう もみのところ、もみが膨れるんですか。膨れて先のところにこう芽が、ちっちゃい芽が出てくるんですね。へえ、はい、そういうもんなんだ、はい、そこをちょっと芽が出たところ一回止めて、それから巻くときれいに揃って出てくるんです。ちなみに、はい、今そのお水に漬け込むっておっしゃいましたけども、はい、消毒水とおっしゃいました。消毒したのを水に漬け込む。最初消毒するんですよ。要するに種のもみをバカナエ病とかね、そういういろんな病気が何種類かあるんですけども、それが出ると苗がかなりやられちゃうんで、あら、はい、それを出さないように消毒する。で、つけるお水は小原さんのところではなんか特別なお水とか使ってるわけじゃないですか。はい、うちの井戸水に、まあ、これを使って12面体、はい、12面体つけて水の物性を変えるとより揃った状態と病気が出にくいということありますね。はい、やっぱりシートではなくて12面体の方が、はい、12面体でもシートでもいいです。どちらでもできれば、まあ、12面体の方がよろしいかと思います。へー、はいはい、それってで、はい、どこの農家さんでもその十二面体手に入ればそこの段階は同じことができますよね。まあ、そうですね、今すでにこういうやり方に興味を持って、はい、昨年かなり品質をアップした農家さんがいらっしゃってもう取り組んでる方はおりますね。そうか、だって簡単ですものね、はい、あまりにもこんなもんでできるのって普通、はいね、だって、はい、これ半永久的に機能するものでしょ、はい、だから1個手に入れれば毎年使えるわけじゃないですか、はい、まあ、バージョンアップしてるんで、ね、新しいものを使った方が もっといいかもしれないですけど、もっといい作用がありますね、うん、はい、でもね、はい、現状のものをずっと使っていくのでも、はい、今まで使ってない状態から比べたら、はい、もう収量が良くなった人とか、はい、まあ、波動を測る場合に米の波動値が2から3ぐらい上がってて、やっぱりそこで自然栽培とか健康にお米を求める、はい、波動系の食品をリサーチしている方々にはすごく受けがいいものができてきますね。すごいですよね、はいはい、でそれの手間っていうのが中に入れるだけ、はい、お水の中にね、まあ、要するに お水の出口、蛇口のところに置いとけばいいですね、はい、シートをペットボトルに入れてもいいですし、うんうんうん、ラミネートしても結構ですけども、はい、そうやって水の物性を変える、うん、それから微生物の変換をするような、はい、計算尺度のちょっと特殊な処理したものがあるので、それを土の中に 200g から 300g ちょっと入れてもらうと、それだけで1箇所で50ヘクタールぐらい変換できちゃいますので。はい、50ヘクタールってどのくらいのサイズですか。50ヘクタールですか、うん、立派な大学一つぐらいですね。うん、それじゃあそうですね、東京ドームぐらいかな、はい、はい、普通の農家さんってどのくらいの、はいはい、個人でやられてらっしゃる、はい、個人というか、はい、一貫でやられてらっしゃるようなところって、はい、どのくらいの大きさの田んぼを耕してらっしゃるんですか。
今はね大きな法人ができて、ね、50ヘクタールとか100ヘクタールも出てきてますけども、普通はでも個人だったら普通は2ヘクタールとか3ヘクタールとか、はい、そんなもんで、はい、ご自身のところで今おっしゃったように土に入れた場合は、はい、近隣のところまでみんな良くなっていっちゃう感じです ね、はい、ですね、仲の悪い農家まで良くなっちゃってちょっと微妙な気分になってた方もいらっしゃいましたけども、そうなんですね、はいはい、いや確かにね、はい、仲の悪い方が近所にいらっしゃるケースは十分あると思うので、なぜか、ね、隣と仲悪いもんですからね、うちはそんなことないですけども、はい、そっか、はい、でもそちらのお宅の分まで良くなっちゃう、そうですね、うん、まあ、光線降りてくる光線の質が変わってきたって体感してるようですね、やっぱり、はい、光線って光ですよね、太陽光、はい、それが変わるんですか、まあ、東京工業大学の、ね、関秀夫先生という方が過去におられまして、はい、地球の出している周波数と太陽の出しているエネルギーとの干渉によって光が降りてきているので、はい、その地面のエネルギー状態が変わると、あ、降りてくる光が変わってくるわけですね。なのでうちの田んぼはなぜか陶熟が早くて収穫が早いです。しかも光ってるとおっしゃってましたよね。そうですね、ソマチットの多いお米になると、うんうん、輝き方が全然違ってくる、あと炊き上がった時の輝きとか食べた時の反応とかですね、はい、まあ、光のエネルギーを入れ込んだお米になるわけですね。なるほど、疲労しないですね、はい、そっか、はい、それがこの十二面体やシートから出るエネルギーで調整されていくということなんですね。あとはこの、いつも十二面体と一緒にする粘土ですね、粘土、はい、はいはい、うんうん、はい、この辺が相まって効果を出していくわけですね、はい、そうですね、そか、最近そのなんか宇宙療法系の治療科の先生にも注目いただいてましてね、あら、はい、すごいじゃないですか、どんどんと、そうですね、もう、うんうん、最近そういうのを触っただけで分かる方増えてきてますし、はい、世の中変わってきましたよね、はい、本当に、まあ、5次元的な人間が増えてきてるような感じですね、はい、いやいや本当に周りがどんどん進化していくので置いてきぼり食らいそうな感じなんですけど、いえいえ、まあ、杉山さんはもうね5次元の先覚者のような方ですから、何を言ってるんでしょう、そんなことはないんですけども、でもじゃあその種もみがぷくっと膨らんで、はい、先っちょがこう、ね、ちっちゃく芽が出てくるような感じになると、次はどんな作業されるんですか。そしたらいよいよそれを乾かして、一旦乾かして、乾かすんだ、で種まきをして30度の発災がきって言って、はい、芽を出させて、はい、芽が5ミリぐらい出たら今度はビニールハウスに並べるんですよ。へ、はい、その時には種もみさんたちは土に入ってるんですか、はい、もう 土をまいて種もみを置いて、また上に土をかぶせてお水をかけて、それを24時間から70時間こうちょっと、ね、30度にして温めて、芽が揃って出てくるんですね。そうなんだ。それを今度ビニールハウスに並べて、保温シート、シートとか遮光シートをかけて、うん、で苗にしていくわけですね。なるほど、はいはい、でも今でこそ、はい、ビニールハウスもあれば、はい、そういった温めるっていう機会もありますけど、ありますね、はいはい、昔ってそういうものなかったわけじゃないですか。それ使わない方法もあります。へ、はい、ただ使った方が安定的に確実なので、うんうん、私はその使った方でやってますね。なるほどね。腕に覚えのある人はその温めないでやる人もいます、はい、でも当然その分時間かかるわけですよね。そうですね。あとは直巻きって言っていきなりもみを田んぼに巻く人もいますから、はい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 、私の知り合いも、はい、お米作るのって大変じゃないですかってお聞きしたときに、いや簡単だよ、バラバラバラってその辺に巻きゃいいんだからって言われて、はい、そんなんでいいんですかみたいな。まあそれでもやれますね、はいはい、その方の場合雑草も抜かない、はい、本当にバラバラバラって撒いたら、はい、あとは水やりも雨だけみたいな方で、はい、まあ、それでもやれないことはないです。ただ収量的にとか、まあうん、そうですね、食味とかですね、はい、いろいろな部分で安定しない部分が出る可能性はありますね、はい、そりゃそうですよね、はいはいはい、まあ、その方の場合は自給自足的な形でご自身が召し上がる分と、はいはいはい、あとはもう物々交換、はいはい、いろんなものを物々交換するための素材としてのお米とかお野菜を作ってらっしゃる方なので、はいはいはい、売り物っていうニュアンスじゃないからできることなんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、それはそれで素晴らしいものだと思います。もう小原さんはじめ、小原さん流に今お米作られている方たちは、はいはい、ね、一般の消費者の方たちが美味しく食べていただけるようにっていう売り物を作ってらっしゃるわけですからね。あとまとまった量がね、まあ、予約で皆さんもう年間で予約いただきますね。あ、素敵、
要するに安定的にね、収量を確保していかないと、はい、あとちょっと気象状態が多少悪くなっても収穫できるような、はい、そういう手法に切り替えておかないとですね、はい、まあ、お客様の期待を裏切っちゃいますので。そうですよね、はい、安定的に高品質なものを作るという部分にシフトして、うん、やはり、ね、作業させていただいてますね、はいはい、そのためには今おっしゃっていただいたような工程を経て、はい、作られていくと、まあ、苗反作って言ってね、苗、うん、丈夫な苗作らないとやっぱり美味しいお米につながらないんですね。はい、じゃあそのスタートラインの一番重要な作業が今から始まるんですね。そうです、苗作りでどれだけしっかりした苗を作るかというのがやっぱり後々に響いてきますね、はい、そうか、はいはい、じゃあこれからしばらくはそこの作業に没頭していただいて、はいはい、秋の収穫めがけて、ね、まあ、私は、ね、農作業というか米作り大好きなんでね。あ、それ素敵ですね。いやもうね、はい、農家のお仕事が辛くて辞めてかれる方も今いらっしゃるじゃないですか、はい、それはそうですね、あまりにもお米が安いんでね、はいはあ、はい、でも小原さんみたいにこう、はい、ある種ブランド米に今なりつつあると思うので、コアな部分でですね、はい、うん、はいはい、小原さんのお米が食べたいって言ってこう年間予約されるような、はい、そういうようなステージに上がってしまわれたらば、はい、安く買い立たれる、かれることもないですし、いやもうだってね、エステに行ったみたいに顔は若返りますし実際にそういう反応出てくる人いっぱいいますし、はい、体の調子もいいし、サプリメントの量もどんどん減っていくっていう人多いですから、はい、トータルコストで見たらめちゃくちゃいいんですよね。そうなりますよね、はいはい、なので、はい、その農業が苦しいよって思われている方はぜひこの放送を聞かれて小原さんにコンタクトを取っていただいたらいいんじゃないかな。私そんなね、本当に皆さんにね、本当にリーズナブルにお譲りしますので、はい、ノウハウだってほとんど、はい、そうですよね、はいはい、だから多くの農家さんが同じことを始めたら、はいはい、日本全体がとても良くなるんじゃないかと思いますので、そしていいお米を食べることによって日本そのものの運勢、日本要するに運気上がりますよね、きっと天皇陛下お米で神様になるわけですから、うん、はい、皆さんが本当の意味の大嘗祭ができるということですよね。そう思います、はいはいはい、今回も農家さんならではの小原さんの素敵なお話を伺うことができてよかったです、はい、ありがとうございました。日本を良くするためには、はい、はいはい、次回また楽しみにしておりますので、またいらしてください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、